じゃあ本日2点目、こちら品番が 3288M のステッチポイントデニムです、はい、お色がホワイトとライトブルーの2色展開で、はい、お値段7150円でございます、はい、実際お見せすると今文ちゃんが履いてる方がライトブルー、はい、です。そして私が履いてる方がホワイトの2色展開でお値段7150円でございます、はい、でおすすめポイントお願いします、はい、おすすめポイントご紹介します。今年デニムが結構ね伊豆市内で大フィーバーしておりまして、ね、なので去年よりもだいぶあの種類豊富にお届けさせていただいてるんですが、こちらは結構ね春夏すごい似合うシーズン的に一番しっくりくるアイテムでございます。で素材もちょっと気持ち薄手になってるので、デニムってちょっとやっぱ熱がこもりやすくて熱いっていうか暖かくなると思うんですけども、こちらは割と涼しく履いていただけるんじゃないかなと思います。表面感も割とねサラサラっとしてシャリ感もあるので、その辺の涼しげな感じもいいかなと思います。サイズは今回ワンサイズでご用意してるんですが、はい、結構ね大きめなのと、素材感も割とストレッチが効いてて、すごいね肌当たりもいいし、こうね、なんだろう、動きやすさがめちゃくちゃ全然いけます、いいです。なのでこれからこうタイトだと締め付け感があって、こうね、暑苦しいイメージではありますが、楽ちんに履いていただけるので、その辺もいいかなと思います。あとは名前にもある通り、このねステッチがさりげなく効いていて可愛いアイテムで、どっちもこう薄めのね、色なんですが、この引き締めでね、このポイントがあることによって、やっぱ膨張色なんですけども、このステッチが濃いめで引き締めがあるので、割とねスリムな感じで、印象的にお使いいただけるかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、そう、近くでお見せすると、私のホワイトの方は、なんかこれは何色？カーキかな？なんか茶色？なんかカーキ。ね、なんかモカーキっぽい感じの色味のステッチになってます。はい、私のはこのホワイトはこんな感じで、はい、私のブルーだったかな、はい、ブルーは、はい、ライトブルーはブルーネイビー、濃いめのブルー、ネイビー、はい、チックなステッチになっております。それがね結構もうちょうどね体のサイドラインに折るので縦ラインが強調されて本当にスリムに見えます、うん、優秀ちゃんでございます。本当に着用感めちゃくちゃ楽なんですよ。いや本当にストレスない、楽ちん、ね、ゆとりも履けるんですが、ちゃんとこのステッチがあることによって、足長効果、引き締め効果がありますので、すごい優秀なパンツでございます。ございます、はい、はい、ありがとうございます。あいなさん透けますかってやるんですか？どうだろう、わかんない、わかんないですよね、一応まあちょっと下に透けにくい色のインナーなんですけど、わかんないです、大丈夫そうですね。ライトブルーも全然、ライトブルーは余裕で取っちゃうんです、問題ないですね、はい、はい、あやこさん、ポケットのとこのステッチラインと一体になってるので、スッキリして見えるって。そうなんですよ、そう、ここにあるわけじゃなくてここにあるので、そう、そう、スッキリしてます、はい、良いところにね、お気づきで、ありがとうございます。はい、あやさん、152センチでも大丈夫そうでしょうか？私153センチなんですけど、ちょっとね、ロールアップしたいなって気持ちです、全然オフレングスで履いていただいても大丈夫そうだったんですが、これから夏なので、くるぶしちょっと見せた方がこのパンツに関してはスタイルよく見えそうだなって感じがして、ちょっと細く2回ぐらい今折って私は履いております。はい、はい、私はですね、まあ、ちゃんと合わせるとぴったり、若干長いかなぐらいですね、そんなに削るほどじゃないんですけど、ただ私はちょっとウエストが緩いので、ベルトとかしたら問題ないと思うんですが、ぴったり合わせると私の身長ではちょうどかなと思います、引きずるとかは問題なくいけると思います。はい、笹子さん、骨格ウェーブはそのパンツいけるかな、どうだろう、ちょっと私たち勉強をしていないので、勉強っていうか診断とかしてもらってないんで、ちょっと確かなことは言えないんですが、どうだろう、ちょっとね、わかんない、今年また勉強する機会を、はい、そうですね、はい、すみません、ごめんなさい、はい、はい、スニーカーを合わせているって質問があったので、スニーカーをするのはよりロールアップかな、私も、ちょっと私もウエストがですね結構大きめになっているので、まあ、ちゃんと合わせればいけなくはないんですけど、ちょっと腰ばけで履きたいなって感じなので、まあ、履きたいとか 履く感じになると思うので、ロールアップして履くことがおすすめでございます。はい、はい、です、
ひろみさん、164センチだと少し短くなりそうですかってあるんですけど、ゆうちゃんのちょっと着用画像をお見せしますね、うん、ゆうちゃんは165センチのスタッフでこんな感じ。これゆうちゃんね、多分ちょうど、ほんまにちょうどやと思います。多分スニーカーでもパンプスでも両方いける、まあ、全然ヒール履いてもらってもいけるし、ゆうちゃん165センチでちょうどですね、うん、はい、ゆうちゃんもちょうどやー言うてました。ちょうどやー言うてました。多分こんな言い方じゃなかったと思うけど。ちょうどやー、うん、あ、いけるいける言うてました。いけるそうです、うん、いけるそうです、はい、大丈夫そうかな。安定のスローゆうちゃんでございます。はい、よし、あやこさん、ウエスト幅何センチってあるんですが、少々待ちくださいね。ウエスト幅は35ですね。ここ35なんで70、一周ぐるりで70センチです。ここは35センチでございます。割とちょっと気持ちいつものいずしのやつよりも大きめサイズ、うん、確かに、うんうん、なんで結構インして着てもらっても全然この辺が苦しくなったりとかはしないです。うんうん、私たちお昼ご飯食べたら分かるんですけど、まだ消化してないんですか。マジでストレスフリーです、うん、ストレスフリーでございます。なんでだから多分、まあ、デニムで結構薄手のデニムなんですが、お腹ポコとかもそんな気にせずこれは履いていただきやすいかなと思います。はい、うん、です、うん、あいいですね、あいいですね、その色合わせ、カラーを合わせても可愛いです。可愛い、こんな感じでね、あの結構やっぱりこれからね、薄いトーンのものとかを合わせたくなってくる時期なので、上とトーン合わせも使うの良きかなと思います。はい、あーいーちゃん、そのこのパンツ履いてないよね。あいーちゃんね、スタッフコーデでは履いてくれてるんで、ちょっと、うん、インスタのスタッフアカウントを見てもらうか、スナップ、いずしースナップっていうアカウントが実はこっそりございます。こっそりしれーっと地味に更新されてるんですけど、はい、そちら見ていただければイーちゃんがね書いてるものも、あとスタッフ名も書いてます。着用のスタッフ名も書いておりますので、そちら見ていただければイーちゃんの着用画像もございます、はい、あ、それか、はい、サイトの下の方行ってもらったら、あ、そう、ね、はい、アップされてるから、一応関連画像はサイトの方にも上がっておりますので、そちらもぜひ確認いただければと思います、うん、はい、あと、あ、どのくらいストレッチありますか。あとでね、じゃあ脱いだ時にビヨンって引っ張ってみますね、生地、うん、今はねちょっと多分で分かりづらいかななので、でも割と伸びます、うん、ストレッチは横に結構伸びる感じでございます。ございます、はいはい、はい、ブルーいいですね。あ、かわいい。いいね、なんかワントーンでやっぱ色味がサイドに来るとおしゃ、ね、ちょっと実はブルーで迷ってて、あ、来てみようと私ね、公開試着、公開検討会よくやるんで、そうそうそう、本当に公開検討会をしてて、うん、それを今しております、はい、私もやるよ、この後やるよ、ね、そうですよね、はい、そう、あるあるなんです、うん、はい、はい、あれ、ブーちゃんのボーダーも可愛いって可愛いよね、うん、これなんかちょっと古着チックな配色がまた新鮮で可愛いと思います、うん、はい、重ね着してますか、ゴンさん。重ね着。こっちか？なん？これは普通に T シャツなんですけど。うん、はい。私はこれ重ね着してないです。なんか私は、あ、なるほど、ね、T シャツじゃない、キャミソール1枚、はい、T シャツ着てるだけです。だけです。はい。はい、そう、ピンクのエリね、うん、これ配色なんですよ。そうなんです。この後、今日の新作なので詳しく後ほどご紹介しますが、配色ボーダーになっております。ます。はい。はい、うん、じゃあ私はボーダー着替えてございますか。